としては、まあ、そんなによろしくないですけども、民画としては割に、古い部類に入るもののレンゲが描かれてます。でその後ろにこんな感じですね。おそらくまあ文人趣味で、まあ、教養を重んじるという意味から男性の花というふうに言われています。民画を日本に紹介したのが、柳宗悦という人です。で民芸っていう言葉は、ご存知ですか？民芸品とか言われるやつでしょ。まあ近いんですけど、はい、柳宗悦さんという人が、はい、まあ、大正時代で、ね、まあ、日常こう使う職人さんの手作りの日用品とかあるじゃないですか。そういうものに対して、まあ、あの美しさを見出した人なんです。でそれで民衆的な、まあ、工芸ということで民芸というふうな運動を、これはいいもんやと見つけた人なんです。最初に当然造形があって日本に紹介したんです。で、まあ、自分の実行先投入してるっていうのも民芸の、まあ、一部飾るように、はい、後から最低にも非常に飾りやすく、比較的古いのでしたら、まあ、それぐらいの、ね、でも、つこうたら、はいはい、こうやってしとったら、ちょかんと、ちょかんなんです。